さんこんにちは、バックを見ていただきますと台北のですね中列というよく儀仗兵の式典をやるところなんです。私も何回も来ておりますが、実は今回3日間で台湾全土を回ってまいりました。主たる目的は台南の、バシー海峡というところがあるんですけども、これフィリピンと台湾との間なんですが、そこで日本の輸送船団はじめ10万人ぐらいが亡くなっているんです。米兵にアメリカの軍艦に撃たれてですね、でそれを慰霊するお寺が2つぐらいありまして、そのうちの1つに、寺の正面のところに安倍晋三元首相の銅像ができております。実は2年前に不幸にも亡くなられて、その後台湾の人々がお金を寄付をして寄せ集めて立派な銅像を作っていただきました。それを一度ぜひ見たいと思いまして、まあ拝礼に来たわけであります。日本と台湾との関係は歴史的にも、40年ぐらいの支配の時代はありますものの、今世界の中で一番日本が愛されている国は何といっても台湾なんです。今回の北陸の災害でも、すぐさま相当のお金を送っていただきましたし、東北の大震災の時は、500億ぐらいのお金を民間から集めて送っていただきました。大変お世話になっております。この友好関係を、大事にしていかなきゃならないというのは我々政治家の一番の務めだと思っておりますが、今回改めて台湾全土を回ってみまして思いましたのは、台湾は人口2300万というところでございますけれども、ものすごく発展しております。びっくりしました。あるいは日本よりも素晴らしいんではないかと、インフラの整備、住宅の整備、沿道の整備、高得心も非常に高いわけでございまして、今中国との間で、困難を極めているところもありますが、先般の総統選挙では民進党が勝っていよいよ一応一息ついたところだと思いますけども、まあ、日本とかアメリカとの深いつながりがあれば、決して台湾においてウクライナのような戦闘が行われることはありえないというふうに思っております。まあ、いずれにいたしましても安倍元総理の慰霊碑があるということで、それを見て拝礼するのが今回の目的でございました。台北から報告しておきます。